平野翔のアメリカ旅行、新たなる冒険の始まり。行ってらっしゃい、翔君騎士くん、神宮寺くん。世界があなたたちの足元に広がっています。力強く歩み続け、夢を追いかけてください。ずっと待ち望んでいた日がついにやってきた。翔君は、アメリカへの旅立ちの時が来た。みんなは機内でくつろぎながら、 アメリカでの楽しい時間を心待ちにしている。空港では友人たちやファンからの温かいメッセージに包まれていた。その中には翔くんへの祈りや応援の言葉がたくさん込められていた。アメリカへの旅立ち、それはまるで夢のような出来事だった。平野翔さんというアイドルのインスタグラムストーリーから。 彼の友人やファンたちが織りなす温かいメッセージが溢れ出ていた。そんな中、翔くんのインスタストーリーが投稿された。ファンたちは喜びに包まれ、アメリカでの翔くんの冒険を共に楽しみにしている。彼らは翔くんが夢に向かって進んでいく姿に感動し、心から応援している。日本を飛び立つ前、 平野翔さんは自身のストーリーに友人たちとの最後の瞬間を刻んでいました。それは胸が熱くなるほど感動的で彼らの友情がここにありました。そしてその温かい言葉と共に彼の旅立ちへの祝福が溢れ出していました。インスタグラムのストーリーは彼らの旅立ちの様子をリアルタイムで伝えました。ファンたちは 飛行機が離陸するまでの瞬間を一緒に共有し、彼らの冒険に寄り添いました。彼の旅はスピードに乗っていました。再生回数100万回を超えた瞬間、彼の旅立ちのストーリーがスタートしました。そして、そこには彼の夢があった。コーチェラでのパフォーマンス。それは彼がぶちかます場所であり、彼が世界に名を馳せるチャンスでした。 この旅は彼らのグループの目標に向けた新たなる冒険の始まりです。彼らはコーチェラフェスティバルに向かい世界にその存在を知らしめるチャンスを得ました。彼らのミュージックビデオやパフォーマンスは日本から遠く離れた地でさらなるファンを魅了することでしょう。そしてついに飛行機は離陸した。みんなは 翔くんと彼の仲間たちが飛行機に乗り込む姿を見送りながら、彼らの未来への第一歩を見守っていた。彼らの目標への一歩前進が、ファンたちの心に強く響いていた。そして、この旅はただのエンターテイメントだけではありません。彼らは、自分たちの夢を追い求める姿勢を示し、若い世代に勇気と希望を与えることを目指しています。 彼らのパフォーマンスは単なる音楽の楽しみだけではなく人々の心を打つ力を持っています。しかし、翔くんたちの旅路はまだ始まったばかりだ。彼らはアメリカで数々の素晴らしい景色や体験を待ち望んでいる。ファンたちは彼らが安全で楽しい旅を送ることを心から願っている。日本から彼を応援する声援が届いています。 彼のファンは彼の成功を喜び、彼の夢が叶う瞬間を待ちわびています。彼の忠実なフォロワーたちは彼の成功を祝福し、彼のそばにいつもいることを約束しています。彼の旅立ちは新たな冒険へのスタートです。彼のファンと友人たちは彼のそばにいつもいることを約束し、彼の成功を心から願っています。彼の旅が安全であり、 彼が夢を追い求める限り、彼らの愛と応援は決して変わることはありません。そして、彼のストーリーは続く。彼のファンと友人たちは、彼の次のストーリーがどんなものになるのか興奮しています。彼らは彼が次に何を成し遂げるかを見守り、彼の成功を喜びます。彼の夢が叶う瞬間、彼らは彼と共に喜びを分かち合います。 平野翔さんの旅立ちは彼のファンと友人たちにとっても特別なものです。彼らは彼の成功を願い、彼のそばにいつもいることを約束します。彼の旅立ちは新たな冒険の始まりであり、彼の夢の実現への第一歩です。翔くんの旅立ちが彼のファンたちにとっても特別な体験となっている。彼らは 翔くんが夢を追い求める姿に励まされ、彼の成功を心から祈っている。彼らは翔くんが世界へ羽ばたく姿を見て、自分たちも彼に続いて夢を追いかけたいと思っている。そして翔くんが戻ってきた時、彼らは彼の冒険の物語を聞きたくてたまらないだろう。彼の経験や感動を共有し、彼の成長を喜びたいと思っている。 将くんの旅立ちは彼だけでなく彼のファンたちにも新たな希望と夢を与えてくれるのだ。アメリカへの旅立ちが将くんにとって、そして彼のファンたちにとって素晴らしい冒険の始まりとなることを願ってやまない。彼らは一緒に夢を追いかけ未来を切り開いていくことを心から楽しみにしている。アメリカでの将くんの冒険が 彼のファンたちにとっても忘れられない思い出となることを願ってやまない。彼の勇気と決意を見て、彼らも自分の夢を追い求める勇気を持てるようになるだろう。しかし、旅は必ずしも簡単なものではありません。彼らは新しい環境に飛び込み、挑戦に立ち向かわなければなりません。言葉や文化の壁があるかもしれませんが、彼らの情熱と決意は、 それらを乗り越える力を与えてくれるでしょう。この旅は彼らが今後の人生にどのような影響を与えるかを見極める重要な時期でもあります。彼らは自分たちの可能性を最大限に引き出し、世界にその素晴らしさを示すことができるでしょうかそれとも挑戦に打ち勝つ勇気を持つことができるでしょうかアメリカの青い空の下で彼らの未来が待っています。 私たちは彼らが新たなる冒険に挑み、自分たちの夢を追い求める姿を見守ります。そして彼らが帰ってくる日を心待ちにしています。彼らの成功と幸福を祈りながら、彼らの旅路が常に明るいものであることを願っています。